J1 リーグは第16節、およそ2ヶ月の中断期間を経て再開しました。前半の攻撃、レッツは18分前を向いてマルティノスが仕掛けます。前半一番スプリントをした選手です。ゴール前で興梠、一方名古屋の攻撃22分、ジョーが落としてそこに児玉、さらにはガブリエル・シャビエル、本当にたらればはないですけど、ここで決め切るとまた違った展開かなっていうね、はい、シーンではありましたよね。でその中で40分コーナーキック、ワンチャンスを生かして遠藤、まあ、名古屋の課題はね本当明らかですから、はい、セットプレーでありますから、まあ、マンツーマンですし、まあ、そこの対応を、まあ、本当遠藤選手がうまくそこ外しましたよね、はい、この局面では新井がマークについてました。しかし前半のこれが追加タイム、決めたのはガブリエル・シャビエル。これ一つ取ってまた流れが変わるかな、これで、ね、前半終わりましたから、流れが変わるかなと思った得点ではありましたけどね、少しラインが下がりすぎましたからね、浦和がね。1対1で折り返します。でスタート4分にこういった決定機がありました。興梠選手 の駆け引きですよね、相手のライトのね、うまくライン見てね、動きをセンターバックの間、はい、動きを変えながら収めるだけじゃなくてうまくシュートまで持ってきますからね、この選手は。でこれはサイドバックの泉、まあ、バイタルのところうまくこう使い切ってはいましたよね、2枚のボランチのところで、まあ、相当な暑さの中で我慢比べのゲームになりました。64分はカウンターアタック、これもなんか遠藤選手の気持ちがねここまで走り込んできたのかなっていうね、もうクロスを入れてすぐに倒れてましたけれども、よく長い距離を出てきました。ここまで行くだけでもねきついですよね、触ってなかったらねあってはいましたからね、はい、70分コーナーキック、ファーサイドで待ってました牧野、まあ、裏のサポーターをねみんな嬉しい、まあ、本当に一番嬉しいのはね今出てましたけど原口選手なんじゃないですかね、いやドンピシャでしたよね、そうでしたね、選手のボールもね。さらに78分、まあ、先ほどはこうフォアがありましたからね、まあ、こ う, うまくニアで、これ本当に相手での駆け引きではあると思うんですけど本当にうまく合わせましたね。